上ぬるんちゃん、ハッシュタグたきちゃんず29人目たきちゃんずにつけてありがとう。皆さんこんばんは。ハウチムちゃん、おはようございます。歯磨きしよう。歯磨き、うん、歯ブラシ貸して、うん、待って、いい。ハウチムちゃんこんにちは。クロミギフトじゃない、ラブギフトありがとう。ラブタオル、夢グループが新潟でライブするってさ、夢グループがみんな大好き夢グループ新潟でコンサートするっぽいぞ。さんはつたき様です。夢グループ知らない人多いかな。すごいってやつわかります？夢グループ、暑いぞみんな、やばいって。だってもう11時の時点でもう35度ぐらいあるらしいよ新潟。東京とか富山で37度だって。あ、まあまあありがとう。ちょっと暑い？マジか。絶対暑いよね、外ね。うまくできない。髪の毛結ぶの嫌いなんですよ。髪の毛短いけど、もうちょっとあれか、
昨日はね、そうそうそう、今日は早めにちょっと行ってみる。後ろどう？見れる？見えないの？後ろ私も見れないから。後ろみんなに見てもらう。見せたけど。後ろ見える？私が見えてないんだ。沖縄旅行行ってる人いいね。でも台風来てて帰れないのはちょっと嫌だね。お、アリちゃん、熱中症やばいらしいぞ。今日花火より救急車の方が多いんじゃない。30人目、記念すべき30人目、アリちゃんおめでとう。沖縄行く人多いんだね。まあね、夏の沖縄いいよな。でも暑そうだけど。なんと、出るけどいいのかな。いいか。赤いノースリーブだ。赤いノースリーブが見えてんの。怖いぞそれ。誰も、ママ見えてるよそこ。え、ああ、ママがいいならいいけど。ママさっきから何回か見えてる。本当？うん、登場してる。すっぴんで。ねえ、ま、ママさっきから何回か見えてる。鏡？変？後ろ。変じゃない。大丈夫？うん。かわいい。ママがオッケーって言ったからオッケー。やば、ママ。やば、ママって言われてるよ。仕上げはお母さんをやりたいと思います。ご飯食べよう。あきらさんかな？こんにちは、初見さん。すごい、この歯ブラシ柔らかいね。うん、寿司。へぇ、歯ブラシも、うん、色ランダムだけど。ママワンピースは結構綺麗だったよね。ショールームで配信したんだよ、フェニックス。ちょうどフェニックスの時間で配信できたから配信したんだよね。みんなと、ここにいる、見つけてくれたみんなと。
見ました。パンヘラン、コメルパーク。おいしい。S。F。うん。一瞬電気つけて、あ、電気、ゆりやが電気つけて。どこの？ここ。あたまついたんだ。うん、うん、そうそうそう。両方つけて。あ、うん、あえた。おばあちゃん猫です。おばあちゃん猫です。えずこです。よろしくお願いします。めっちゃ喋るやん。今日めっちゃ喋るやん。さどうしたん？ひなたいなに？あそこ？あっぶー？あと、うん、あと、あと、おば、ノブは？ノブ寝てる。ちょっと虫でなんか。
よいしょ。ゾコちゃんこんにちは。ヤリスさんこんにちは。キラーではない猫でございます。キルアではない猫。ボートレーサーになろうかな急に、うん、未経験募集中って書いてあった。ボートレーサーになろうかな、ね、未経験でもいいって言ってたよ今。そういう人がいるんだなやっぱり。なんでよ。いいじゃん。やりなよ。やりたい。いいと思う、ね、ボートレーサーになりたい。あ、クメキちゃんセミコーチありがとう。え、本気いたん。四角の峰になる。四角の峰はただの峰。四角の峰は峰ないよ。大悟がほら見に来てくれるよ。大悟と粗品が来るよ。粗品が大悟と粗品に認知もらってるかも。でも募集してたよ今ボートレーサー言った。みんなボートレーサー募集してた。これで本当にボートレーサーになってた。いつの間にかショールームから消えてボートレーサーになってたらおもろいけどな。多彩すぎん。そしたら私天才やん。そしたらヒルトのあれで1個目の先輩1人いるボートレーサー。女の子。私もボートレースとかやってればよかったな。なんでやらせてくれなかったんだろう、うちの親。ねえ、うちの親が悪い。何やってもよかったのに。何もやりたくない子だったからな。うん、そうだよ。お兄ちゃんには言ったんだけどね、ちっちゃいからね、騎手になるって。あ、言ったね。言ってたよね、みんなね。みんなで言ってた。自責すぎか。そう、うちの兄貴身長小さいから騎手になれ。武豊さんとかも身長小さいんですよ。だから騎手になれってね。言ってて、したらなんかよくわかんないのになってた。もはや人間じゃなくなってた。ひどいね。本当ひどいよ。ひどい妹よ。よ。なんかエンジン類になってた。退化してた人間から。脳みそ退化。ジョジオちゃんこんにちは。はい、退化して進化じゃなくて退化。
じゅんさん、くろみいち、こんにちは。滞在のお金もかかるのかな。うん、あれに入ってればいい、旅行行くときに保険とかに。ああ、そうなんや。それによるんじゃない。シゲルブラックちゃん、フルフルフル、あれはフルじゃなかった。シゲルブラックちゃんが黒みギフト、 Thank you。 黒みつけていこうかな、頭に。これ40分までだよね。ギルバックフル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 コーチ、ありがとう。 Thank you。 痛かった今、カツン。ボートレースって体力とかいるんかな。あれまたあれでしょ、騎手とかと一緒で学校がすっげー厳しいんじゃない。そうなんかな、あれ携帯持ち込みもできないし。あ、そうだよね、賭けだから。うん、そう電話、公衆電話でかけるのかな。そうなんや。カミキッちゃんはしじゃない。カミキッちゃんもレベルアップ。エレキトロ、こんにちは。ハッシュタグタキちゃんと31人目。バスキンロビンソンズ。ありがとう。イエーイ。どんどんタキちゃんと増えて嬉しい。どこでかかって買おうとか、コンビニでいいや。できた、久々。髪の毛短いから別に下ろしてても熱くはないんだけど。暗いね、ここ。クロムイン、クロムイン。残り15分です。猫鳥さん、こんにちは。ありがとうございます。皆さん、星のイカンとギフトポイントご協力ありがとうございます。クロミアンバサダー目指してるまたキリアです。よろしくお願いいたします。
リップ、リップ塗ったら完成？完成？リップ入れはエンジェルブー、エンジェルブー、リップはケイト、かわいい、かわちい、パシャッ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 、モデルごっこ、アリちゃんフルフルルルコチ、ルコしない感じセット、ありがとう、モデルごっこしました。日焼け止め、日焼け止め、日焼け止め塗らないといけない、君はきっと僕の光、前髪割れとんだろ、このリップやっぱ可愛いよね、ハウチムちゃん50カント届けありがとうございます。皆さんもしない感とゲットポイントご協力ありがとうございます。もえちゃんファレベルアップありがとうございます。ゾコちゃんフルフルルルコイチコイしない感とセットありがとう。うん、見えるリップ、うん、面白い、ペシ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 ってやられてる。ささみちゃん本様と50カントあざます。コッピーちゃん種本様と50カントありがとう。私は田中みな実になりたい。なんで笑うん、かわいいよね、田中みな実になりたいんだよ。タカコピーフルフルフルウルコーチウルコータカコピーフルコーありがとう、こんにちは、ありがとう。だからニベアの UV ジェルを塗ります、なんかみなみになるために。あ、DK ちゃんおはよう、ココナッツジュースありがとう。で、田中みなみがニベアのやつがいいって言ってたじゃん、 CM してるしね、なんなら、うん、かわいい、お出かけですかって、お出かけです。エレキトロありがとう、黒みたくさん、あれ？タカコピー黒みギフトありがとう。でもこれ本当にね、匂いもいいし伸びもいいから本当いいよ、これこれめっちゃいいよ、この日焼け止め伸びがいいもん、ね、スーイスーイって、本当に変な特有の匂いしないし。写真集持ってる？
田中みな実のいいな、可愛いよなマジ田中みな実、大好きなんだけど。もう南沢症候群治ったわ、首かゆく、朝めっちゃ首かゆかったから首かゆってたんだけど、な治った。いろさん、くろみ、プリンセスくろみ、ありがとう。まさかんちゃんファンレベルアップありがとう。ネタネシさん、ネタコさん、ネコさんかな、こんにちは。たたみちゃん、くるみ絶対一、ありがとう。流れ星、いろさん流れ星キラキラ、ありがとうございます。残り8分です。台風のことばっかりやな。台風でかいんだよ。台風と猛暑ばっかりね。日焼け止め塗っても黒くなっちゃうの、なぜなぜ夏になると勝手に黒くなるの、なぜなぜ本当に勝手に黒くなるんだもん。本当だよ、勝手に、勝手になんか肌どんどん黒くなって、別にそんな出てるわけじゃないのに。そうだよ。え、どういうこと？怒んないけど、どういうの？夏に合わせて黒くなるんだよね、肌が。で、ウサギとかも毛の生え変わりみたい。そうそうそう、毛の生え変わりみたいに、猫もなんか色変わるじゃん。なんか野生的あれが多いじゃん。そうそうそう、なぜなぜ、なぜなぜだよ、本当どんどん黒くなるもん私、夏になると。すごいよな、急に黒くなる。ほんとなんだって、私だって毎回日焼け止め塗ってるし、なんなら多分人より 人より塗ってるよね、人より塗ってるし、しかも人より外出てないんですよ。そうだよね人より外出ないし、日焼け止め塗ってんのに人より黒くなるの、なぜなぜ何でだろうね、夏になるとどんどん黒くなりますねってみんなに言われるもん。そんなに出てなくても、うん、どうなってんの、どうなってんだ、こっちが聞きたいわ、どうなってんの、どうなってるんですか。私野生的の、野生的本能、ティちゃん一周プチプチお見せち、ありがとう。ティちゃんファネベルアップ、ダッチャーさんファネベルアップ、ありがとうございます。なんでなんだろうね、すごい黒くなってるもん、どんどん。すごい黒いもんね、私も2週間、夏の頭ぐらいからユリアすっごい黒いなと思ってたもんね。でしょ、うん、これがまたね、夏が終わると変わるんだよこの黒さがなくなるの、もうちょい薄まる、うん、でまた夏になったら濃くなる。そんなバカ、ほんとなんだって、ほんとなんだって。怖いんですけど。でも私だって怖いよねえ、つこほらなんかボタン押してるね、つこね、え、つこどうしたん、えつこチャンネル、はい、えっチャンネル、えっちゃんボタン押したみたいに泣くの、なぜなぜねえ、どうしたの、どうしたの、えつこ抱っこ嫌いなんです。アイラムルトちゃん、ハッシュタグタキちゃんズ、ありがとう。アイラちゃんから黒みギフトもありがとう。にゃーにゃー、ありがとう、にゃーありがとう、にゃ
ね、ありがとうにゃー。あ、いた。はいはいはい。ありがとうにゃー。バイバイ。ひろさん、こんにちは。ご直感とありがとう。ケーブラックちゃん、ファネフラップありがとう。バンショちゃんもありがとう。てちゃんもクロミギフトありがとうにゃー。残り3分だにゃー。えつ、かゆいんだ。違う、アホになったふりしてる。違うでしょ。かゆいんだよ。アホになったふり。えちゅ、おいで。暑いよ、外。3でアホになったふり。そんなことしてない。皆さん、この枠も失いカウントゲットポイントご協力ありがとうございます。ありがとう。たくさんのクロミもありがとうございます。クロミと小クロミ小説とプリンセスクロミちゃんも集めてますんで、よかったらご協力よろしくお願いします。エレクトロクロミギフトありがとう。あれはえっちゃん、えっちゃん何歳？え、18歳かな、今年で。えっちゃん今年で18歳だって。あの猫、美魔女でしょ。今いた猫ちゃん今年で18だって。すごいね、長生きだね。猫長生きなんだよね。けがだ、全然元気だしね、まだいつこ、18歳猫だとは思えないぐらい元気。もうおばあちゃんっぽいんだけど全然元気。18歳ちゃんです。長生き猫ちゃんです。すごいっしょ。お、38分。では皆さん、この枠も失いかんとギット、そしてクロミありがとうございます。ピチピチでしょ、まだピチピチピチで、まだあたすも花も恥じらう18歳。どういうこと？あ、8。字枠が23時59分で夜遅くの配信になりますのでよろしくお願いします。では男女発表していきます。13位フィジオちゃんありがとうございます。12位アイリちゃん、アリちゃんありがとうございます。11位大阪ハンちゃんありがとうございます。10位スノースヌーさんありがとうございます。9位ハコーシーありがとうございます。7位タクちゃん、8位タクちゃんありがとうございます。7位ジュンボーさんありがとうございます。6位 DK ちゃんありがとうございます。5位シゲルブラックちゃんありがとうございます。4位タカコピーありがとうございます。3位ハウチムちゃんありがとうございます。2位イロちゃんありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃーん、あーイラちゃーん、ありがとう。2枠目も皆さん、たくさんの方ありがとうございます。992人ありがとうございます。そして32人ぐらい今タキちゃんズ着々と増えております。タキちゃんズになってくださって皆さんもありがとうございます。皆さん、この枠もありがとう。